最初は音大に行こうと思って、うん、音楽やってたけど、うん、元々理系だったし、本当は自分のやりたいことが何なのか分かんなくなって、でちょっとオープンキャンパスに行ってみたら、うん、薬学部のオープンキャンパスで、うん、なんかリップクリームを作るっていう体験があって、でそれで薬学部って薬だけじゃないんだって思って、こういうのもできるんだって思って、意外といろんな道があるんだなって思って、やっぱり薬学部がしっくりくるなって思って薬学部にした。私が興味を持ったのが高校の科学だったから、大学に入ってからってさ、もっと詳しくなるから、それが好きかどうか分かんなくて、でもともと好奇心だけはあるから、なんかめっちゃ自分系の教科も好きだったし、心理学とかもしかしたらそっちにも興味を向くかもしれないし、そうなった時に、なんだろう、普通の理学部とか入っちゃうとさ、文転って学部をさ、全部しないといけなくなっちゃうか、そうじゃなくて、なんか1年生のうちに基礎やってから、2年生になって33個ぐらいあるプログラムの中から自分が好きなの専攻できるから、あ、だからそれいいじゃんって思って、いや、欲張りだからね。いい、それにしようって思いました。科学が急に必要になって受験するにあたって、化学が必要になったけど、うん、高校入ってから全くやったことなくて、あ、そうなの？全くやったことなくて、あ、まあ、レポートやってたんだけど、あ、まあ、そのレポートでちょっと、ね、こういう言葉があるんだくらい見るだけで、うん、受験に使うとも思ってなかったし、それまで、で、受けようって決めて、受験があと約1ヶ月後、1ヶ月半後だってなって、最初はもう諦めるつもりだったけど、先生に相談したら、じゃあ22日間で計画立ててあげるって、で、立ててもらって、頑張ってくださいねって言ってもらえたから、なんかもう、やるしかないなって思って、それで受かれば本当に嬉しいし、先生にも恩返ししたいなって思ってたし、よくしてもらってたから、それを成功させて、で、でも頑張って、もう受けようって決めた次の日から科学を勉強して、で、動画を、最初動画を見始めて、そのスタディサプリの。で、それも予定より早く終わらせられて、で、その後は、先生に詰め込んでもらって、穴が開いてるところを埋めていく感じで、でその後過去問を解いて、今まず22日間チャレンジとして、スタディサプリを全部その範囲を見るっていうのが22日間計画で、それを成し遂げた時はもう嬉しかった、本当に。しかもちょっと早く終わって、17日とかで終わらせられて、おーって思って、これはもう受かるしかないって思って、もう勉強はそっからで、また詰め込んで受かったって感じ。20ページぐらいでしたっけ？もうちょっとあるかな、25、6ページぐらいある長文をなんか読んで、で後ろにあるなんかその長文についての問題を解くっていうのを1日多分3冊か2冊ぐらい読んで、これ全部読んだけど、26ページとかで1つの問題、もう1日に3冊だけやって、すごいっていうのを、どんなことかな、でも15日だから40何冊読んでっていうのを続けたかな。へえ、あ、そうだったんだ。でもなんか途中でうわーって思いながらやったけど、なんか読めるようになったら楽しくて、そうだよね、そう、だんだんね、それになんかその選んだその本とか、まあ自分の興味のあるやつを選んだから、全部知りたいな、まあ英語で書いてあるからパラーって見ただけだけど、選んだ時に自分の興味のあるやつを選んだから、なんかずっと読みたいかなって、読むスピードもどんどん速くなりそう。そうそうそう、なんか単語わかんなくてもなんか、ね、あ、こんなんだろうなって認識しながらねなんか読解力もついたと思う、ちょっとでも気になったらオープンキャンパスに行った方がいいと思う。私行ったらいいんじゃないかなって、1個目からだったよ、行った方がいいと思う。
結構オープンキャンパスの日だけ学食無料で券くれたりとかするから、もそれを楽しみに行ったりしてもいいと思う。なんか、見た方がいい。なんかサイトに書いてあることは全てじゃないから、自分に合ってるかそうじゃないかはいかないと分かんないと思うし、行って違ったってことは絶対あると思うから。でもこれは私の考えだけど、なんかもう自分の好きな場所じゃなかったら毎日通えないと思う。分かる。うん、まあ、校舎とか病気とか、でなんか狭くて嫌だとか、広すぎて嫌だとか、それでね、4年間とか通うのは、ね、無理かもしれないから、私は結構そういうのを大事にして選んでます。高校受験の時みたいになんか滑り止めって絶対入れるなってところはほとんどなかったし、なんか倍率とかも高校受験の時と全然違うし、大学はちゃんと勉強しないとダメだっていうか受かんない場所だなって思いました。だからなんかどっか入れるだろうって思ってやるのはやめた方がいいと思う。私も最初は思ってたけど、センターとか受けてみてなんかなんとかならないこともあるんだなと思って、なんとかなってきたけど今まで。だからなんだろう、大学に行きたいって思うんだったら自分が思っている以上に頑張った方がいいと思う。ルネサンス高校。